It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Find me. You don't have to remind me. I'm doing nothing at all. I'm ruminating on a blank wall. But I feel stuck here. はい、今回はですね、今から36年前に出したサンリオから出たアレキサンドラガラスの瞳という写真集ですね、この文章を、書き入れました。これはカバーのとこに入れたやつですね。写真集はですね、最初はドイツのメルヘン街道で撮ろうということで、身長も110センチぐらいでこういう感じのイメージっていうことで、日本でもスタイリストと相談をしてこういう感じのものを集めてほしいっていうことで、ドイツに旅立ったんですね。でドイツに行ってオーディションをしたんですけど、ドイツではねなかなかいい子いなかったんですよね。それ で日本に電話をしてパリに行ってもう一度オーディションしてはダメですかねっていう話を入れたところ、心よくねいいですよってことだったので、それからエアを取ってですね、ドイツからフランスに行ったんですね。でフランスではワクワク感がもうすごくあってですね、でもフランスでもねオーディションを繰り返してったんだけど、なかなかいい子いなかったんですよね。アレキサンドラがですね一番最後で、まだモデルも経験もなく何も出たことないっていうので、本人がやってきたわけですよね。そしたらお母さんの横で隠れてなかなか顔見せないんですよ。ちょうど足に絡んでてですね、チラッと顔見せた時の顔がもうこの表紙の顔なんですよ。でもう本当にね、いやあの子だって、あの子がいいよって、でもあんなに恥ずかしがってて撮影できるのかなっていうことで、でもあの子に決めようってことで、撮影を決めたわけですよね。これで行きましょうっていうことになって、実際にこう撮影が始まっていくわけだけど、フランスでも日本でもそうなんですけど、やっぱり仕事っていうとね、時間が限られるんですよね。1日
このくらいだと1日3時間しか拘束時間はもうダメだっていうことで、すごい短い時間になったわけですけど、最初の時はね本当に恥ずかしがってたけど、今思い返してもすごいなと思うのがお母さんの凄さですよね。でこれはページの順序に合わせて写真をね、配置してるので順序に沿ってこうちょっと説明していきますけど、まあだから前後してしまうと思うんですけどね、これはもう割と撮影が後半の頃ですね。でこれ髪の毛をねこうアフロヘアにして、まあ大きく作ってるわけですよね。でも本人的にはこの髪の毛がね大きいことが気に入らなかったみたいなんですよね。まあ後にね話が前後してくると思うんですけど、写真集のページ構成上の並びになってますので、その通りにここで出してきますね。大きなドライフラワーを用意して、でドライフラワーをこう持たしてね、そうするとこのドライフラワーが重いわけですよね。この子にとっては6歳だからね。で重くて、で本人がねパタッと落とすんですよ。で落としたのが下にこうドライフラワーの葉っぱがいっぱい落ちてると思うんだけど、その時に落ちてしまったっていうね、そういう感じなんですよね。左にあるのが全盲の方がね詩を書いてくれたんですけど、すごいですよねこの詩の内容っていうのがね。まあ本当に、まあ、ガラスの瞳っていうかね、最初のこの写真っていうのはアイランプだけでやったんですね。アイランプだけを用意していって、500ワットのフラッドランプだけですね、キャノンの 35mm で撮りました。これはね、で当時はもうズームは使ってなかったので、もう全部単玉でやったんですね。まあ小さいので、35mm これは撮りました。で次のこの写真はですね、パリの郊外に行った時なんですね。でこれは 85mm ですね。 85mm でフィルムはコダクロームで撮ってたんですね。で背景のボケとかを考えて、日差しがだからすごいこう顔のそばとこにこうハイライトがすごい出てると思うんですけど、これ反逆光で撮ることによってこの光の輝きが出るということ、こういうことをね皆さんもそのよく覚えておくと、その光の使い方がすごい分かってくると思うんですよね。文章にもあるようにね、風にも形があるのよって、光にも香りがあるのよって、すごいですよね。こんな文章ね、もう本当に書けたらすごくいいですよね。光もすごく良くて、横顔とかもすごくいいんですよね。まあこれはね左右のページでこういう構成になってるんですけど、左側はねパリの噴水なんですよね。噴水を夜、まあ、歩いた時にスナップしたものを撮っといたんですね。でこの右側のベッドカバーをねやって、でこれでアイランプを一灯つけてでやったんですね。でアイランプにはね触るとやけどしたりするので、周りにゲージみたいなねやつで、その上にアルミホイルがかかって、さらに黒いガードがされてるやつを持っていって、でこれはもう日本から持ってって用意してったんですね。でその次ですね、これはですね、これはねパリの郊外に行ってね、もう割とこう撮影は終盤ぐらいに入ってるんですけど、まあ本人もねもう飽きちゃってるわけですよね。これねすごく飽きちゃって、つまんないみたいな感じでね、なんかもうつまんないなって感じなんですよね。それでまあそのタイトルがあるようにね、P であるように、おやつのチョコレートクッキーなくしちゃったの、早く出てきてちょうだいなんてね、なんかね可愛いですよね、すごくね。次のですね、このページですね、次のページは左はやっぱ夜こう歩いてる時にスナップしたものなんですね。右はこれは 24mm でね、テーブルをちょっと大きめに取って、これ美術館に行ったんですよね。で美術館でその手前にロープがしてあるんですけど、交渉したらね、この子可愛いからいいよって座らせてくれたんですよね。まあ今ではもうそんなことってのはもう本当ないと思うんですけど、まあ当時としてはね。でこのスタンドもわざわざつけてくれてね、でその明かりで撮りました。でこの次のですね、ノートルダム大聖堂、ノートルダム寺院ですね。ノートルダムっていうのはな、火災で焼けたりもしたんですけど、中に入るとね、キャンドルがいっぱい並んでるとこあるんですけど、当然背が低いので、じゃあどうしたかって言ったら、うちのアシスタントのねを下で馬乗りになって、馬になってね、その上に乗って落ちないように横からこう押さえててもらって、それで撮ったんですよね。で高さがこう揃ってるんだけど、これもキャンデルだけの明かりで撮ってるんですよ。照明がもう本当に三脚を構えて、自然の光っていうのかな、
これは本当にいいですよね。これ本当びっくりしますよね。これね、何か聞こえるのすぐそばで、きっと影たちのおしゃべりね、すごいですよね。だって全盲の方だって言うんですよ。これまあ編集者がねと、まあ、説明して書いてるんだと思うんだけど、やっぱすごいですよね。なんか自分でもこの感性をしてるなってのは本当思いますよね。でやっぱり実際この文章があることによって、この写真が本当に引き立ってるなって感じですよね。城壁のね、あの森の中なんだけど、森の中でね光があるところを見つけて、あそこで撮ろうっていうところでね、撮ったんですね。こういうところもね、絶対見逃さないっていうことね、こういうところを見ていいなと思ったら撮るってことが大事ですね。これはパリ郊外に行った時ね、これ24ミリのワイドを使って撮ってるんですね。写真集を複写してるので、どうしてももうテカっちゃってるんで、これ申し訳ないですけどね。でもうテカリの部分はもうちょっと差し引いてちょっと見てください。このなんかポツンといるね木のこの大きさとの対比っていうのが、もう本当にたまんなく、このなんかメルヘンチックっていうかね、まあそういうこう感じがすごい出てますよね。これもパリの郊外に行って、お城のすぐそばでね、部分的にね光が差してるところに本人を立たして撮ってるんですよね。この光のね、こうここだけ差してるってところを本当に見つけて撮ってるんですね。やっぱこういうこう光の使い方っていうのかな、一切だからそれ以外はレフを使ったりとかそういうのなくて、本当にこう日差しを差してるところだけを撮ってるんですね、これをね。で左のはですね、ストロボですね、クリップオンのストロボ1灯だけで撮ってます。で後ろにこう洋服持ってって、洋服をかけてその雰囲気をねわざとこう出してるんですけど、これホテルの中で撮ったんですね。で当時このホテルっていうのはアンティークでね、今どうしてんだか分かんないけど、当時はね本当に快くね貸してくれたんですね。もう今からもう36年前だから撮影慣れしてないんだと思うんですよね。でこれですね、これもパリ郊外のシャトー、後ろに見えるのがねもう昔のシャトーですよね。でそういうところでこう撮って、遅延のところに座ってね、なんかふざけてる感じがこう何とも言えず可愛いんですよね。それでね、この話でね、この子がなんでこんなにこうなんかこう不思議そうな顔してね、キョトンって見てるかというとですね、お母さんってねものすごく偉くて、そのお母さんはね物語を聞かせるんですよね。で近くにあったパンフレットだとか、別に本じゃないんですよ、パンフレットを見て、アレキサンドラこの話はこうなんだよとかって。これなんで自分のことをじーってキョトンと見てるかというとね、ねムッシュって言うんですよ、僕のことムッシュって。ムッシュはね魔法使いなんだよって。でね、ムッシュのねレンズの中覗いてごらんって、魔法使いが飛び出てくるよって言って、って顔して見てるわけですよ。本当なんて。でじーっと見てるけど、ママ魔法使い出てこないよって言って、いやそのうち出てくるんだよって言って、お母さんがね、通訳の人がいるから、通訳の人でどんな話をお母さんが今聞かせてくれてるかっていう話をね逐一こう喋ってくれるんだけど、まあそれがすごいですよね。これもそうですね、これもパリ郊外で、この日差しですね、光がこう、だから本当はねもうフランスっていうのはね、この時期っていうのはあんまりこう天気良くなかったんだけど、この時はもう本当に日差しがねもうすごい高光とさしてて、本当に綺麗でね、もう光が強い光だったので、このもう柵なんていうのはね普通なんでもないんだけど、この子がいるからこうなんか全てがこうね、童話の世界にこう迷い込んだみたいなね、こうそういう感じに撮れますよね。日本から持ってって、洋服を持ってってるから、もうぴったりと合って、城の王女さんみたいですよね。本当に城のそこのなんか王女様がいるみたいな感じですよね。次のなんですけど、これね、お母さんがねこの時はね、あなたはね壊れた人形なのよって言って、それでねもう壊れてね動けなくなっちゃうんだよってお母さんが言うわけですよね。そうするとあれって、本当ママ動かなくなっちゃったよ、手も足も動かないって、そうでしょう、あなたは壊れた人形なのよって、だから動けなくなっちゃうの、ムッシュがねあなたに魔法をかけたから動けないでしょって言うと、本当動けないよって、って魔法使いが出てくるのママとか言って、すごいその時ねもう見ててね、すごいもう見てて本当に歩けなくなっちゃうみたいな、そんなね感じがこうすごくするんですよね。それでまあ次のですね、ママトイレに行くよって、
またトイレに行きたいって、ママピッピーって言うんですよね。でトイレ行きたいって言って、でトイレ行って帰ってきたら、すごいよって、またね魔法使いが現れたんだってっていう話をして、えぇ、って。で一応ね、撮影する場所ってのは背景を自分が決めるわけですよ。でそこに立って、そこでお願いしたいんですって言うと、ママがね、そこに立ってみてって、魔法使いがね、今ねムッシュがあって、ムッシュって野村のことなんだけど、ムッシュがね魔法使いをね今ね出してくるらしいよ。そうするとね、もうレンズから飛び出てくるんだってって言うと、えぇ、って、すごいびっくりして、もう本当アレキサンドラ動けなくなっちゃったでしょって、もうね絶対動けないんだよって、じーっと見てる。これがもう本当にね、この顔っていうのはもう驚いてる顔そのものなんですよね。だからもう肩が落ちてて、足もなんかね、なんかきちっと揃えてるわけじゃなく、ちょっと片足だけ体重がかかってるみたいな、そんな感じがね、もうとっても可愛いんですよね、これがね。で次のですね、これね、これね、ミルクのせい、ミルクのせいの、ミルクのせいの声が聞こえたわ。これすごいですよね。これどういう場面かというとですね、これね、シャトーの方に行ってね、パリの郊外行って帰ってきて、もうね、ママ喉カラカラだよって、もう喉が渇いてしょうがないよって、ミルク飲みたいよ、ミルクって。で、ホットミルクをね、ホテルの中でこう、ホットミルク頼んだんですよ。そしたらね、あー嬉しいって、ホットミルクが来たんだとか言って、最初の方にあったあの動画もそうなんだけど、飲み終わった後なんですよね、あれね。飲んでる姿が可愛くて、ずーっとごく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 と飲んでるんだけど、顔がちっちゃいからグラスで全部隠れちゃうわけですよね。でその飲んでる姿が本当に可愛いから、この右側のやつって、これ電気スタンドなんですよ。ホテルの中にある電気スタンドをアシスタントに持ってきて、おいちょっとすぐ照明しろっつって言って、で照明して、でその間も本人はもう一生懸命になってミルクをごくごく飲むんですよね。でも大きいから、カップがこの子にとってはもう巨大なカップだから、延々と飲んでるんだけど、この姿が可愛くてもうたまんなく、それ撮ったんですよね。で次のですね、これってね、自分がベランダに出てね、ベランダの方にね、こう向かって、こう、また、こう、魔法使いのいろんな話をね、お母さんがすると、こう、なんか外を眺めてるんだけど、まあ、その時のこう一枚なんですよね。まあ、いろんな角度をまあ、撮ったりもしたんだけど、まあ、とにかくこの、まあ、仕草が全部自然っていう感じなんですよね。で、次のですね、この話っていうのが、最初のね、ドライフラワーを持って立たしてる写真のところに話が通じていくんだけど、この左側っていうのはね、もうママね疲れちゃったよ私って、もうね絶対ダメ、もう疲れちゃったから何もできないよって言って、アレキサンドラもうちょっとねムッシュが撮りたいらしいのって言って、もうダメ、私はもうね撮るの疲れたからもうやんないとか言ってね、こう目をつぶってるんだけど、本当はねこう寝たふりっていうかね、こうしてるだけなんですよね。それでお母さんがね、ママがね言うんですよ、アレキサンドラって、見て、これからパーティーに行くのよって、パーティーに行くからねドレスがあるんだってってか、いっぱい見せてくるらしいよって言って、で見て可愛いからって言うと、目をパチッと開くんですよ。それでドライフラワーのね、髪の毛大きいね、髪の毛大きく作った洋服があるんだけど、あれ見て、うわー可愛い、これならいいよって起きてきて、早速着替えたんですよね。で着替えたら、まあまあ全然髪の毛可愛くないんだけどって言ってるらしいんですよね。それで、でもね、こちらはこういう感じが可愛いから、こういう風にやりたいよねっていう風に話して、それでまあメイクさんと話してこういう風になったんだけど、結果的にね本人はね気に入らなかったらしいんだけど、やはりまたね魔法使いのね魔法にかかってしまったっていう感じなんですよね。で次のこの写真ですね、これも文章がね、寒さの中の暖かさ、枯葉の下に隠れているのかしら、だってもうほんとすごいですよね。このね時ってのはちょっとね夕方でね、もうね紅葉で、でも日差しがあったんだけど寒かったわけですよね。やっぱりフランスのパリっつってももう日が暮れるの早いから。でこの洋服はねすごい寒かったんだけど、なんか上に着るっつったら、ママねこの洋服ね可愛いからね上着たらかっこ悪いよって、このままがいいよママって言いながら震えてるわけですよね。これで後ろから当たってる光がもう強い光で、
あの髪の毛とかのねとかドレスとかがもう白く飛んでて、ハイライトがものすごく飛んでるんですよね。まあレフっていうのは軽く本当に当てるだけで、でもこのね日差しがものすごい強いんだけど寒いんですよ。すごい寒かったんですよね。でこの時にね、あの自分は革ジャンを着てたんですよね。そしてお母さんはね半袖になってるから、お母さんね寒いからじゃあちょっと自分の革ジャン上に羽織ってくれますかって言ったら、いや私の娘がねって、あの寒いので我慢できるかどうか私がねこうそういう風に同じ状態になってみないとね、本人が我慢できるかどうか分かんないから私は大丈夫って言った時、いや俺たちもねこれまずいなと思って、で自分もねもう上を脱いでね、あの中シャツになってねシャツ一枚で撮ったっていう、まあこのお母さんのねこの凄さにみんな圧倒されちゃってね、やっぱりすごいお母さんでしたね。これも近くのねあのシャトーがある家とかそういうところの前で撮ったんですよね。でも髪の毛とかめっちゃ可愛くてね、もう本人はご機嫌なんですよ。こうルンルン気分でねすごいいいんですよね。で左側はもう本当に楽しんでるので、もうとにかくもう楽しくてしょうがないからもうルンルンなんですよね。で右はねやっぱりお母さんがまた魔法使いの話をしてるから、また魔法使いの話をするとこんなびっくりしたような顔になっちゃうわけですよね。これって本当にすごいですよね。で次のこの写真もそうなんですよね。もう本当にね魔法っていうことに対してのねことにはもうすごい驚いた顔してるでしょ。これねお母さんがどういう話をしてたのかなっていうぐらいな、あの驚きの顔ですよね。もう本当に素晴らしかったですね。この撮影に関してはですね、あのいろいろこうエピソードがもうたくさんあってね、まあ、長い話にはなってしまうんだけど、もう最初の時はもう本当にどうなるかなと思ってたんですけど、あの撮影が始まっていくとね、自分次の日なんかはね、まあ、ボンジェルムッシューなんつって言ってほっぺたにチューなんてしてきてね、で自分の膝の上座ってね行くんですよね。お母さんじゃなくて自分のところに座っていく。まあこれが本当にねもう可愛くてしょうがなかったね。でまあ実際こう撮影が終わって、それでみんなでね、じゃあご飯でも食べ行きましょうって、じゃあ日本食いかがですかつって、日本食を食べに行ったんですね、みんなでね。で日本食を食べに行ったら、まあお母さんはね日本食は食べられないっていう話だったんだけど、まあお母さんもお父さんもね、で結果的にまあ娘たちはね、美味しいよママとか言いながらね食べてるわけですよね。でもまあね、あの子供ってのも早いからね。で次の日にまあ帰る時になった時ですね、本人たちの別れる時に絵を描いてくれてね、で自分たちにプレゼントするっていうことでね、それでもう帰りにはねもう号泣ですよ。みんなもう泣いちゃってね、もうとにかく涙涙涙のねもう別れでね、また会いましょうなんて言ってたんだけど、まあ本当にねこうなんていうのかな、そういう風に慣れたらいいなっていう風にね、本当にまた会いましょうって言ってね、もう36年も経ってしまったわけですよね。もう36年、6歳だったからね、42歳か、このね、まあアレキサンドラも42歳になってね、娘さんとか息子さんがいるもう年齢になってるわけですよね。どうなってるのかなっていうのはちょっとすごい思いますね。でこの話をですね、あのウィズにね、当時はウィズも自分も連載してたので、当時そのウィズの編集に話したらね、もうウィズの編集者がね泣き出しちゃってね、涙ポロポロこぼすわけですよ、この話をして。でこの話すごいいい話だから、あのウィズで1年間連載しましょうってなったんですよね。であの見開きでね連載することになったんですよね。で1年間やったんですよ。で最後にね、あのカレンダーをね、カレンダープレゼントしようってことになって、やったらもうそれもねものすごい大反響になって、結果的にねこの写真集はもう大成功を遂げたわけですよね。まあ思い出深いのでね、まあ、最後のこの表紙のこの部分ですね、この表紙のところっていうのは、表紙と裏表紙っていうのはね、ママねこの話はいつまで続くの、もう飽きたよみたいな感じだったわけですよね。それでその時にそのまあ最後のねこの、奥付けのところ、もうほんとねママね飽きちゃったよって、もう全然ねもうなんかやる気がないんだけど、したら俺がね、アレキサンドラって、後ろにね魔法使いがやってきたって言ったら、後ろ振り向いて、どこに
って言ったのがこの後ろ姿なんですよね。まあこれでその写真集が完結したんですけど、まあ思い出深いので皆さんにねこの写真集のことをまあぜひねお話してみたいなと思って今回の話になりました。またねこういう話もいろいろしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でこれはねコダクロームで撮りました。もう本当にね当時の35ミリのフィルムっていうのはもう高精細だったので非常にいいフィルムで撮ってたのでまあ懐かしいですね本当にね。まあまたこういう撮影ができるといいなって思います。またお会いしましょう。今日はありがとうございました。